2枚の折折りり紙を使って折りますまずは折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折りますこれを 縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります この正方形を斜めにして、今度は三角に半分に折ります。開いて、90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。開いて、これを開いて、今ついた折り筋に合わせて、このように折っていきます。 これがいわゆる2層舟の折り方です。この三角を広げて潰します。4本ある三角をすべて広げてこのように正方形に潰します。こんな感じです。この正方形のこの先っぽの部分をめくりながら 折り鶴のひし形のようにひし形に折っていきます残りの三箇所も同じようにすべて小さなひし形に折ります こんな形に折りますもう一枚の折り紙もここまで同じように折りますこのような形が2枚できました これを使ってそれぞれ頭と体を折っていきます。まずはこれを裏返してこの部分、めくっていっぱいまでめくって下ろします。上側も同じようにめくっていっぱいまでめくって折ります。 これを伏せて、今度は両側のこの小さな角の部分を上にめくって折ります。今度はここを、このように上の部分を下ろします。下ろしたらこの両側のひし形の部分を上に、こちら側も同じように上に開きます。 これを裏返して横にします。横にしてこの部分を少し斜めにしてこのように折ります。折ったら一度開きます。反対側も同じように少し斜めの位置でなるべく左右対称に合わせてこんな感じで折ります。 折ったものを広げて今度はこの中のこの紙だけを今の折り筋の通りに折りますこんな感じです反対側も折り筋に沿って中の部分の紙だけ折りますこれを縦にして今度はこの折り筋に沿って このように閉じます。こちら側も紙を根元まで持ってって斜めにこう閉じます。裏返すとこんな感じです。次に両側のこの角の部分を内側に折り込みます。 こちら側も角を折って内側に折り込んで最後にこの両足の先っぽを段折りしてこのようにします。裏に折って先っぽを小さく出します。 これでで体の部分は完成です次に頭の部分を折っていきますまず閉じた状態で角を正方形の中心まで折ります裏返して今度はこの部分この部分を ハサミで切ります。反対側も、この部分、ハサミで切り込みを入れて、この状態で今度は、ここのまっすぐの線を、ここの線を、この横の筋に合わせて折ります。こうです。 反対側も同じように折って折ったら今度はこの角を折ってから外側に少し出るように折ります。反対側も少しだけ出るように折ります。 折ったらこのひし形の先をさらに少しだけ下の位置で外側に出るように折ります反対側も同じように少しせり出る位置で折ります表にして一度この先っぽを 右側の先っぽを下に下ろしてから、それをさらに斜めに折り返します。こんな感じです。反対側も同じように、先っぽを下に下ろして、下ろしたものを斜め上に折り返します。 ちょっとバランスが悪いか。こんな感じです。次に頭の上の先っぽは一度裏側に折ってからそれを小さく さらに上に折り返します次にこの部分なんですが一枚斜めに先っぽから斜めに折りますこちら側も同じように先っぽから少し斜めに折って折ったものを今度は内側に 折り込みますこんな感じです反対側も内側に折り込んでこんな感じです これで頭の部分も完成です。二つを組み合わせていきます。この体の上の先っぽだけ少し下ろして、一度組み合わせます。組み合わせて、さらにこの先っぽをちょうどいい位置で上に折り返して、再び組み合わせます。 これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。顔の隙間に目を描いて、目の部分を白く塗りつぶします。乾かしているうちに体を描きます。中心からお腹の部分と、穴の模様を描いて、足にも模様を描きます。これをマジックで、 塗りつぶします穴の部分を塗りつぶしたらお腹の部分はグレーで塗って模様を上から描き直します。目の部分はボールペンでなぞります。左右のバランスに注意して黒目を描きます。何度か確認して調整して。 これを組み合わせます。この位置で胸の隙間のところにホチキスで合わせます。 形を整えてこれでバンギラスの完成です。